毎日ポジティブ、はい、ポジティブ19年スーパーポジティブティーチャー福田でございます。さあ、今日の話なんですけども、今日ですね、昨日来ていただいたお客様で、うちの店今年3回目のですね、美容師の方がいらっしゃいまして、まあ女性の方なんですけども、まあその方がですね、自分のすごくくじけそうな時、負けそうな時に美容師の先輩から言っていただいた、すごくその言葉で勇気をもらえたという話をですね、皆さんにシェアをしたいと思います。まあ、その方ね、本当に頑張り屋さんで、いろんなことにね、相手の気持ちを考えようとですね、思いやりを持って、一生懸命毎日仕事をしていた中で、まあ、それでもね、自分のうまくできないことに対して自分を責めてしまったり、同期がどん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 上手くなっていくのにプレッシャーを感じてしまったり、自分が毎日もう時間がどん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 美容師の仕事の中でなくなってしまうことに対して気持ちが落ち込んでしまう、まあそんな時にね、その時の先輩が LINE でね、送ってくれたメッセージを、すごくその方は心に響いて、それを縮小してですね、まあそれを常に何かあった時に見るようにしていると、まあそういうね、言葉があるっていうのを教えてくださりました。で、それをですね、こんな言葉だったんですよみたいな形で教えてもらったのを、僕はですね、すぐノートに書いてですね、ぜひともこれはなんかみんなにシェアをしたらですね、救われる人がいるんじゃないかなと思ったんで、ちょっとそれをですね、読みたいと思います。気を使うのは優しい証拠、負けたくないと思うのは頑張ってきた証拠、プレッシャーやどうしようもないっていう気持ちは成長のご飯全部食べて大きくなりなさい、というですね、まあそういう言葉をその美容師の女性の方は先輩から言われて、それでね、今成長している過程で全ての感情はきっと将来の糧になる、いっぱいをいっぱい食べていっぱい大きくなって、あとはどれを吸収しようかというのはその後に決めればいい、まずはいっぱいいろんな経験、いろんな感情をしっかりと受け止めていこうと、そういうふうに決意できたんですね、この言葉。まあ、ちなみにその先輩というのは今ですね、もうカリスマ美容師として、多くの方をですね、幸せにするすごくね、美容師の中でも有名になった方だそうです。まあ、こういうことをね、さらっと LINE でね、元気づけられるその方っていうのは、きっとね、多くのいろんな人生をね、送ってきた中で自分できっと気づけたね、金言だと思います。この言葉ね、僕もなんかすごくいいなと思いました。気を使うのは優しい証拠、負けたくないって思うのは頑張っている証拠、プレッシャーやどうしようもない気持ちは成長のご飯全部食べて大きくなりなさいと、すごくね、心が温かくなるような、人生ね、いっぱい辛いこと悲しいこと、それ生きてればね、いっぱいありますよ。そういうのもね、経験して、そしてそれを成長の養分として大きくなって、今度は大きくなった自分が小さな、これからそういう経験をする人にちょっとでもね、背中を押してあげられるような、そういう言葉として、まあ、この言葉っていうのはね、きっと多くの人に助けられるような言葉かなと思いました。まあ僕自身もいっぱいのプレッシャーやどうしようもないことっていうのもいっぱい経験してきて、で実際にうまくいかないことだらけですけども、まあ、それでもね、今こうやって、幸せに生きていられるのは、きっとそういうものたちを受け止めて、そしていっぱい経験したという、お腹いっぱいになって大きくなったからこそね、きっとこういう今日みたいな素敵な言葉をですね、 YouTube で発信するような、まあ、そういう活動もできるんじゃないかなと思ってますんで、いっぱいね、いろんな感情をいっぱい食べて大きくなって、そしてその大きくなった体で今度は何が必要で何か必要じゃないのかというのを取捨選択していく、そうやって人生というのはどん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 輝いていくんじゃないかなと思いましたので、今日はですね、そんな美容師の方が教えてくれた名言を
今日は皆さんにシェアをさせていただきました。ということで、以上、毎日、ポジティブ！ご視聴ありがとうございました。